はい、おはようございます。おはようございます。西尾市本社から1時間弱のこれ実は足場かかってるんですけど、実は恥ずべきことでもあると思うんですけど、はい、大クレーム大炎上して、はい、まあちょっと社員が対応できんところで、実は前回先週ぐらいか俺来たんですよ、はい、まあ問題点もいろいろあるんですけど、これちょっと動画撮りながら鈴さんとも話するんで、まあ実は昨日足場かけて今回僕上上がってみますってことで、これもう3年前ぐらいの案件ですけど、はい、基本的には外気にもクラックがめちゃくちゃ入ってるのかも。クラックっていうのはひび割れ、ひび割れ、細かいひび割れな、ね、でいろんなまあ原因が考えられるんですけど、まあ、今日、まあ、それを取らせてもらって、まあ、うちの乳首を乳首じゃないよ俺の乳首を見せるわけじゃないよ、はい、会社の乳首、まあ、だけどこれだけきちって、まあ、足場組んでやると、まあ、結構予算もかかるけど、はい、まあ、きっちり やらせてくださいってことでやってみましょうか。はい、はい、お願いします。よいしょー、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと上上がらせてもらって、じゃあ、はい、見させてもらって、はい、どこまでやるかと。ベランダも上がるかな、2階か3階どっか、内側がどっかひび入ってるとか、バーッと壁は見てくるんで、うん、でベランダだけひびがひどいのか、ベランダって言ってましたね、バーッとね。あ、わかりました。そこちょっとじゃあ確認します。うん、すみません、はい、当たってないです。いや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これがまあこの間も言ったように、はい、まあ元々揉めた原因じゃ、これも今書いとんだよ、これうちがね。でこれ揉めた原因が書いてさ、うわー黒ずみみたいなのが出ちゃったんだわ。黒いっす。汚れっつっても取れへんだよな、洗っても、はい、普通あのクリーンマイルドってあの超超低汚染っつって取れるんだけど、はい、あの要は表面がない水が当たると、雨が当たると落ちるなというか、でこれが多分これ前の業者さんが多分補修をしとって、はい、俺これシール全部やってんだわ。はい、綺麗ですよね。綺麗だろ、はい、でこれはいいんだけど、こういうのとかってここさ、ちょっと横から撮ると分かるかな、日当たって撮ると分かるかな、これが結局さ前のやつが補修して触るところさ、音全然違うじゃん。全然違うだろ。違う、キュッキュッキュッって言います。これってさ、ノンブリードタイプっていうシリコンシーリング使うんだけど、俺らはノンブリードって、ブリードってあのなんか染み出るとかそういう意味で、これはノンブリードタイプじゃないもの。これもうベタベタしてるじゃん。わかる、この感じ、この感じわかる。でこっちほらグリップがすごいですね。うん、すごいベタしてるんだわ、はい、でこれって何って言ったら、可塑剤みたいな、なんちゅうかな、俺もわかんない。ブリードしちゃってるところ、ノンブリードってブリードしないって言うじゃん。ノンブリードタイプ使わなかったのに、多分これ補修して前の業者さんが、俺もそこで本当はプライマーみたいなので押さえつけなかったんだけど、これ塞ぐこともできるの、その上にな、はい、このブリードが出んようにはできるんだけど、まあ、そういうのの、まあ、見誤りもあって、ところどころこの芯が出ちゃってんだわ、はい、だから今度多分逆プライマーかなんかそんなようなやつがあるもんで、はい、でこれ多分塗って3年ぐらいでこんだけ黒ずみ出ちゃったんだよね、はい、確かに、まあ、うちじゃねえっちゃうちじゃねえんだけど、はい、まあ、確かにこれ足場かける前にひどかったもんね。まあもともとひどくてこれ直してると思うんだよな、それ出ちゃってんだわ。でこのクラックの赤い線引いてるとこあるじゃん、はい、これもひび入ってるだろう。なんでこっち面はこれちょっと補修工なんだけど、これ全部直しとんだろ、うちが。結構な数ありますね、それは何を。これでさ、下地をさきちっと入れとるは入れとるんだ、これ見える白いものが入ってるでしょ下に、はい、で多分男性系のトイレ塗ってると思うんだわ。美男性フィーラーってあるんだけど、はい、これって壁に ALC とかに使う下地材なんだけど、それを使ってこういうとこもひび入ってるけど、はい、じゃあ下に入れてねえんじゃねえのって思われる人もいると思うんだけど、こうやって見ると分かるじゃん、はい、ちょっとまあ拙者だもんで映んないかもしれんけど、これ、はい、でここって通りがめちゃくちゃスピード、今車走ってくじゃん、はい、この速度がすごいわ。そうすると何ちゃう、3階建ての家って揺れるから、はい、こうやってさ揺れてる時にやっぱだんだんこういうところに逃げてクラックが出るので、築年数も長いし、はい、鉄骨の強度とかもさ、これ本当にじゃあそんなこと塗る前に分かっただろうって言う人もいるけど、やっぱ塗装屋さんだから、俺は建築家じゃねえから、はい、鉄骨の厚みとか幅もあるよな、はい、H 鋼で建てとるわけ、 ALC なんか鉄骨で建てとるわけでしょ、はい、で柱が角材で建てて、 H 鋼だろ針が。こういうところに入ってるわけじゃん、全部。これね、各階に。で、デッキ引いて、デッキにコンクリート打って、コンクリートの上に人が住んでるわけだよ。だけど、そのエチコの太さとか、そういうのまで全部見なかんわけよ。構造計算っていうの。で、そうそう、そういうので、鉄骨がまあ、3階建ての揺れ。で、建物自体が揺れること自体は悪くないもんね、別に。日本の建物もそうそう。ここからもわざと落ちるようにできてるから、あれしとる、屋根で、ラバー工法ってあるじゃん。ラバー工法もしか
変わらないさ、シーリングビリビリっていっぱい止めとるやつが、ほんだわ、はい、それ訪問販売で結構やっとんだけど、あれ本当はやったらあかんの、地震で変わらって落ちるからブワーって、はい、家が崩れんけど重たいから昔の家って、はい、そこまで計算されてるわけ、わざと落としてる、そうそうそう、だけどそれ瓦、はい、が落ちんかったら、はい、だってラバーしてやったら落ちんもんね、シーリング全部止めたらもん、ね、重さで、そしたらもうガシャーンいっちゃうわけ、そういうことです、うん、だからあれラバーやってる家危ないんだよあれ、大地震が来た時にで、あれ飛び込みでさ、穴も1日で終わるんだわな、シーリングって、はい、それ何十万取られとんなんて、材料費なんか5万もいかんぞ、3万もいかんぞ、ああそうなんだ、ね、そうだよ、シーリングってだけだもんな、なこれはひどいな、だけどもうこれってほら見て、もうええ仕事行っちゃってんだわ、これ分かるかなこれな、塗料じゃねえんだよね、もうええ仕事行っちゃってんの、だってなんか躯体ごと、こういうのもそうなんだけど、まあ話もしたんだけど、節さんとも躯体ごと行っちゃっとるもんね、もうこれやってもまた出るんだわ、絶対にどんだけやってもまた出てくるんだわ、あこれなんか防水屋さんにやってもらったっつったな、これ防水がまたうちじゃねえんだわ、他社さんで頼んだらしくて、はい、これ違う材料でなんか色が変わっちゃってるけど、こういうとこだな、ちょこちょこっと出てるやん、あ、ございます、あ、起きれました一応僕バーッと全部ぐるっと見てきて、はい、まあやっぱこっちの面と向こうの面がやっぱ多いですね、これ長手だもんでやっぱ力が逃げ切れんとこうなっとるんですけど、一つはやっぱこれやってもずっと出るなっていうことと、どこまでやるかにもよるんですけど、一つはまあこれちょっと職人とも聞くんですけど、多分こう水洗いしたら上塗りそのままかけれるんで、色つけるやつ下塗り全部入れるんじゃなくて、このクラックのところは補修をこの間みたいなあのやつやっちゃうと、結局全部このもう芽が出てきちゃうんですよでこの微細なクラックなんで、あれがすぐやばいっていうことではないので、一つは微弾性フィーラーって、そのフィーラーの弾性のものみたいなのがあるんで、そこに擦り込む感じで全部あのクラック擦り込みっていう作業があるんですけど、で一発裏塗りをかけようかなと思ったんですよ。で こっち側の今これシミが出たところあるじゃないですか、これやっぱりもう確実に前の塗料だと思うんで、塗装屋さんで僕らが逆プライマーかなんか塗って、要はもうブリードって言って、その要はシミ出てきちゃうんですよね、そのエキスみたいなのが、でそのエキスが出んようにビタッと止めて、それ塗るものある材料あるん でそこだけ塗って、もうどっちみちこれもう全部一発塗らんと、これクラックでもちょっと補修したらそこだけ塗れないですよ、壁だけはもう一発塗るんで、全部一発塗る前に下地を一回全部補修かけて、ただまあ本当にまた出ると思います、また3年ぐらいで、まあしょうがないでしょ、どっちにしてもこの建物もこれだけの古さになってきてるし、はい、ただまあすぐクラックが入ったからダメになるんじゃないんで、15年に1回ほどきちんと塗装すればまたその時に悪いところを補修して、やっぱそれなりのものを入れていくん でそれがすぐもう LC の中まで割れて入ってくっていうものじゃないんで、あ、じゃあ起きてもらいましたねあ、今、はい、今話させていただきました。で、まあ、一回は絶対塗れるんだよ、もう全部。あ、全部もうやります。ちょっと、まあなんか変なあれですけど、ちょっと書面にさせてもらってもいいですか。あ、いやいやで、まあまあ今回でこれパシッとやりますっていうことで、まあ僕らも約束。で、これ、まあ営業にも渡すんで、これを。で、こういうふうにきちっとやってくださいっていうことで、ちょっと簡単に。まあ、書いていいですか、あそこ、この間、書いたテーブル。あ、すいません、ありがとうございます。はい、先生、十分です。まあ、簡単に書くと、現在あるクラッキーに対しては、補修材により補修しますみたいな感じですか。いや、はい、いいです。かえって、パソコン押しでもいいもんだから。ああ、いいですか。まあ、簡単にして。どうだろう。文章にして、まあ、まあそうですね。誰かに渡してくれれば。ああ、わかりました。で、渡し。こうやってでも来てよかったですね。なんか、いろいろ。やっぱ聞くと、ああ、まあ、こっちも、まあ、説明も悪いし、多分工事の内容も分かったと思うし、最初にもうちょっとしっかりと説明して。悪いわけじゃいけない。じゃないんだけどね、やっぱりいい子だもんね。あ、そうですね。やっぱりその営業さんの人から、はい、まあご用意やってくるし、るからさ、やっぱりそれが一番大きいもんだから、まあ、それに伴って、はい、あとは今度はこのできた工事に関しては毎日ずっと見て監督できるわけじゃないけど、はい、もう職人に関してはもうそれは何とも言えない、はい、営業としての一番第一線で出てくる人たちはもうみんないい子は来てるもんだから、はい、それはもう間違いない。ただその中で忘れとったことや、あ、そうですね、本来は説明すればいいんだから、あ、そうですね、私には勉強会するとかなんか言っとったけど、全身汚れがつきやすいとか、あ、笠木の部分が、ね、知らなかったっていうのが、まあそうですよね、うん、ああ、自分っていうふうに認めてくれた部分があるから、ちょっと説明が足りんかった部分とか、そういうのも、うん、だったらこう
ういううちにはそういう塗料がありませんよっていうのをちゃんとやっぱりみんなで勉強してっていうか、まあそうですね、はい、売れればそれがね、すみません、ありがとうございます。いや、こちらこそ本当に。でもね、営業の子たちはみんなしっかり本当にやってくれて、もう感じのいい人ばっかりですよね。まあそうですね、はい。あ、ほなちょっと書面も簡単なものでしか使えないですけど、もうあのそれでいいです。それで、まあ、覚書き程度みたいな感じになると思いますけど、はい、それで結構です。今回本当に申し訳なかったです。すいません。いや、こちらこそまたよろしくお願いします。本当にもうこれから雨漏りとかはもう一度動かしてください。僕らもきっちりそこは動くんで、雨漏りしたっていうのは、まあ安心しておいてください。わかりました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ、いや、こちらこそ本当にありがとうございます。失礼します。失礼します。ありがとうございます。